ミラル・サマルジッチは、スロベニアのサッカー選手。元スロベニア代表。ポジションは DF。生まれ故郷の家、セニツェで9歳の時にサッカーを始め、2004年に、NK トリグラフ・クラーニでプロ初出場。19歳の時にはスロベニアで、最も才能あるディフェンダーの一人として、名を馳せ、多くのクラブが興味を示した中、2007年初頭に、NK、マリボルニ移籍。 マリーボルでは3年を過ごしディビジア夏夜ならの FC、シェリフティラスポリに移籍し4シーズンを過ごした。2014年7月に HNK リエカに移籍。スーパーカップの NK ディナモザグレブ戦で初出場し2シーズンを過ごし2016年6月に中国、サッカースーパーリーグのカナンダテ業足玉クラブ2500万ユーロと推定される移籍金で移籍。 しかしシーズン末には放出され、2017年にはアクヒサルベレディエスポールに遺跡、同年夏に FC アンジマ8から2遺跡、2018年8月19日、クリリア・ソベトフ・サマーラに遺跡、2019年7月11日、オリンピア・リブリャナに遺跡、年代別代表に出場した後、2013年11月19日に行われたカナダ代表戦で、 スロベニア A 代表初出場、ありがとうございます。